伊沢ダムは国土交通省東北地方整備局が岩手県欧州市一級河川北上川水系伊沢川に建設し管理している特定多目的ダムである。1953年に完成した石淵ダムの約 2.0km 下流に建設されたロックフィルダムで堤高1 3 2 0メートルは東北地方に建設された多目的ダムの中では 最も高く、包み体積は、全国第2位、低体長は、国内最長723メートルの全国屈指の巨大ダムである、2013年11月16日に完成した。完成に伴って、日本で最初に着手された、ロックフィルダム石淵ダムは、完全に水没することになった。北上川の河川総合開発事業は、 北上川上流海底改修計画、北上特定地域総合開発計画に基づき5カ所の多目的ダムを建設する北上川五大ダム計画が大きな柱であった。その唇を切ったのが多世ダムであり1938年より事業に着手。続いて石淵ダムが伊沢川に1947年より事業着手しており1953年に完成。 五大ダムの第一号となった。その後ろ出せダムが1954年、湯田ダムが1964年、四十四電ダムが1968年に完成。最後となった古書ダムも1981年に完成し、北上川総合開発事業は40年目にして完結を見た。だが、五大ダムの第一号石淵ダムは、考えを重視して建設された経緯があるために、 有効貯水容量が小さく治水機能については十二分とは必ずしも言えず、加えて伊沢川の消臭水が多いことから完成当初からゲート放流が頻繁に行われ、昭和30年代には年間200から300回に及ぶ放流が実施されていた。昭和50年代には年間70回程度にまで減少したものの他のダムに比べ放流回数が多いため、より安定した。 洪水調節機能の強化が不可欠となった。また、日本で最初に施行開始されたロックフィルダムで、かつコンクリートフェイシングフィルダムであった石淵ダムは、コンクリート射水壁の劣化、沈下が起こっており、停滞を強化、安定化させるためには、ダムの改造が求められるようになった。これらの事情から石淵ダム再開発事業が検討された。百六十七年にまず、 石淵ダムかさ上げ計画が検討されたが、停滞かさ上げよりも、本格的な再開発として直下流に大規模なダムを建設する方向性が生まれた。この結果1973年に、伊沢川総合開発事業として、新石淵ダム建設事業が計画された。その後ダム名は新石淵ダムから、河川名、所在地名を取り、伊沢ダムへと変更された。 包み高は127.0メートルと北上川水系では最大規模であり、早朝水容量淡水面積は玉川ダム、津軽ダム、田瀬ダムに次ぐ大規模なダムである。ダム建設に伴い42世帯の住民外転を余儀なくされ、加えて、首都前温泉が水没することから、保証交渉は難航。 1990年には、水源地域対策特別措置法の指定を受け、保障に伴う補助金、かさ上げ等移転者生活再建のための手厚い対策を提案し、1992年2月、保障交渉は妥結し、調印にこぎつけた。保障交渉と並行して、1989年9月、環境アセスメント手続き終了。 1990年5月ダム建設基本計画告示がなされ、保証交渉打結調印を本格工事に着手する。1993年2月付け替え国道397号建設工事着手。1998年6月、伊沢川天竜トンネル工事開始等を経て、1999年6月基本計画の変更告示がなされ、完成が 平成25年度に、掃除業費が1360億円から2440億円に変更になった。2003年1月停滞規則策工事開始、2005年10月、停滞成立工事開始、2006年10月、洪水廃棄挫折が開始された。ダム形式は、中央土質社水壁型ロックフィルダムである。中心に水を通しにくい、粘土層を廃止、次に、 粘土層が流出しないために砂利層、その外側に二層の巨石層を排する伊沢ダムの設計停滞石は1350万立方メートルであり、国内では2008年10月に完成した徳山ダムの1370万立方メートルに次ぐ第2停滞高さは132メートルで国内第11位。 生体長は723メートルで国内第1位の巨大ダムである。洪水破棄はダム湖の規定水位を超えた分の水は洪水破棄ゲートを通り流下する自然調整方式であり、常用水位が常に維持される。また、台風や集中豪雨等による急激な水上昇の時は洪水破棄の流入部の右壁を乗り越えて、 水が流下する横自由越流方式を採用している。伊沢ダムの建設の目的は、1伊沢川流域及び欧州、1の関市間の北上川の洪水調節、2伊沢川流域農地への既得水利見分の、不特定利水、伊沢川流域農地の新規管外、3水沢区、江差しく東下流域への浄水道供給、4伊沢川の水位の安定、5石淵ダム完成時より、 水力発電を手掛けている電源開発株式会社による発電である。ダム堤体工事の材料は、一六部の巨石は、つぶぬま北方の大森山から約 5km の工事用道路を作り、90トン巨大ダンプトラックで運搬し、二コア部の粘土は、温泉施設姫ヶ湯広報の高台、京有リ地区から約 1km のベルトコンベアーで運搬し、 小砂利とブレンドして1ヶ月ほど置いてから使用し、3フィルター部の砂利は、低体下流の伊沢川流域のものを使用している。コア材とフィルター材の運搬には55トン &38 トンのダンプトラックが使用された。基礎岩盤掘削中の伊沢ダム土砂積み上げの、洋水沢ダムの完成により、約 2.0km 上流にある石淵ダムは、 伊沢ダム湖に完全に水没することになり、1953年に完成して、より60年をあたるダムの歴史、日本で最初に施行されたロックフィルダムは、その生涯に幕を下ろすことになった。しかし、固定に沈んでも、なお、上流から流れ込む土砂を止める著作フィルターダムの役目を、して、伊沢ダムの機能保持をする上で、新たな重要な役割を担うことになった。また、 周辺の名所、猿岩水道も水没した。ダム湖右岸に渡る道は、粒沼キャンプ場で、付け替え国道397号から分かれる、新設の付け替え町道のみになり、ダム湖の採用のところを新設の二本の橋梁で、猿岩広報の対岸に渡ることになる。2008年6月14日の岩手、宮城内陸地震により、震源とあまり距離が離れていない、この地域も、 震度6強の揺れに襲われた。これにより、伊沢ダムは、コンクリート作りの洪水破棄が大きな損傷を受けた。ほか、停滞本体は、成立上部のコアとフィルター部分に亀裂が見つかったが、検査の結果深刻なものではなく、直に回復できた。また、伊沢川天竜トンネルの上流の見口が2つとも、土砂に渦漏れ水位が急上昇したが、 緊急工事により14日深夜には危機を脱した。コア材運搬ベルトコンベアーや、原石採取山、運搬路も深刻な損傷を受け工期は大幅に、遅れたが、2008年12月の冬季休業までには、かなり遅れを取り戻した。伊沢ダムへのアプローチは、国道397号を欧州市水沢から、秋田方面に車で30分ほど進むと、 進行方向左側に見えてくる。旧国道397の道沿いにある建設現場の下流ゲート前には、伊沢ダム資料館の模型が展示されている。ダム砂岩、新国道沿い、焼石東トンネル直前の管理棟予定地には、展望台が設けられており、巨大なダムの建設現場や国内最大級の多くの大型工事機械が一望できる。また、 2009年までは年に数回程度のダム、見学会が実施されていた。タッソ・拓也知事は、事業を続けることに、問題は感じてなかった。当然のことと述べ、欧州市の愛原正明市長は、本体工事もほぼ終了段階まで進んでおり、ぜひ計画通りに建設されることを望むとコメントし、2009年内は、続行する姿勢を見せた。その後、 2009年12月25日、10年度政府予算案が閣議決定され、伊沢ダムには141億円の予算が計上されて、事業が継続された。2009年3月、民主党代表である小沢一郎の資金管理団体が、伊沢ダムの洪水き棄せ設工事などを受注していた、西松建設から違法献金を受け取っていたとして、小沢の公設第一秘書である。 大久保隆敷が政治資金規制法違反容疑で逮捕されている。西松建設側の供述によれば、西松建設を含む JV が工事の一部を受注した際、受注直後脱談号宣言を受けて表だった選挙応援を控えていた同社森岡営業所長は、大久保秘書から最近協力的じゃねえじゃねえか。おたくらが取った伊沢ダムは小沢ダムなんだ。 今後も協力してくれないと困るよと献金を強く要請したとされ、西松建設もダム受注のための献金だったと東京地検特捜部に供述をしている。ABCDEFGHIJKLMNOP 伊沢ダム春工日韓建設工業新聞伊沢ダム国土交通省北上川ダム統合管理事務所2009年10月10日 朝日新聞2009年3月24日。毎日新聞2009年12月19日朝日新聞。ありがとうございます。